米国のマサチューセッツ州のテレホンミュージアムに展示されているシナ1882年観光のエルムンド・ピューシコ掲載の差し絵。糸電話や針金電話とは、音声を糸やワイヤーなどの振動に変換して伝達し、再び音声に変換することによって、音声で通信を行うための道具。英語のチンキャンテレホンティンキャンテレホンは、ブリキカンテレホンという意味。 もともと音声通信の手段として実験、検討されていた時代があり、振動を伝えるための物体も糸とは限らずワイヤーを用いたものもあり、例えば、ロバート・フックによって1664から1665年に実験が行われていた。当時からワイヤーも用いられ、現在でもワイヤーが使われることがある。19世紀後半には、この糸電話、 針金電話の装置が大人が使用する実用的な道具、装置で比較的安価な製品として販売されていた。その後、電気式のテレフォンの方が特許切れで安価になり圧倒的に普及したのでその電話の影に入ってしまい実用的な道具としては消えていった。17世紀から現代に至るまで物理実験の道具や教材とすることが行われている。 近年の日本では、紙コップを使って、家庭で作り子供用の玩具とすることも広く、行われている。電話という語が含まれるが、テレフォンの訳語であり、電気を使うわけではない。もともと、テレフォンは、音声通信という意味で、電気という概念は不可欠なわけではないのだが、欧米から遅れて導入した、日本の側で、電話と電気を強調した用語を造語して、 それを訳語として定着させておきながら時代を遡って糸やワイヤーを用いたテレフォンについても強引に電話という言葉を適用したものだから電気を使わない道具にまで電話と呼ぶという奇妙な現象が日本語では起きてしまっている音声を用いた通信は様々試みられていたが糸やワイヤーを用いて遠い場所との間で非電気的に音声通信を行うという その最も初期の実験は、イギリスの自然哲学者、ロバート・フックが1664年から1685年にかけて行った、ピンと張った針金を通して、音を伝えるというものであった。フックは1665年に出版した、顕微鏡図譜の序文でこの実験を紹介している。こうした、電声装置は、1667年には、 すでに彼による発明として紹介されている。金属管の間を糸や針金で結び、遠くにいる人同士で話せるようにする。ブリキ管電はあるいは、ラバーズ本というものも長年にわたり知られてきた。19世紀末には線を使って音響を物理的に遠方に届けるという音響通話装置が一時的に欧米で盛んに販売された。 アレクサンダー・グラハム・ベルによる音声を電気信号に変えて伝送するという電話が発明されて以後遠方との通話需要が増大したが電話発明以前からあるため電話の特許に抵触しない音響通話装置は数百メートルからせいぜい数キロメートルの間の通話というニッチな需要に応えて電話の競争者となったベルの特許が切れた後は 多数の電話会社が誕生して激しい競争を行い、音響通話装置は競争に敗れて姿を消した。19世紀でも音の正体を示すための実験の道具として糸電話、針金電話は使われていたが、現在に至るまで同様の目的で、つまり音の正体が空気の振動であることを示す目的で理科の実験の教材として使用されることがある。米国では、 今でも缶を使って作ることが一般的である。ワイヤーを使う国、地域もある。日本の家庭では保有していることが増えたので、日本の一般家庭では紙コップを用いて子供の喜ばせるための玩具、子供でも簡単に自作できるおもちゃとしても作られている。近年の日本では一組の紙コップやプラスチックコップとタコ糸によって作られる。適当な 長さに切ったタコ糸の両端をそれぞれ紙コップの底に貼り付けたものが最も簡単な糸電話の一例である。糸がピンと貼るように適度な張力をかけた上で片方の紙コップに向かって音声を発するともう片方の紙コップからその音声が聞こえてくる。これは空気の振動である音声が紙コップの底を振動させその振動が糸に伝わり、 もう片方の端で再び紙コップの底を震わせて、最終的に空気を振動させるからである。糸電話、針金電話の音質を決定するのは、主に紙コップの底に当たる振動板の材質と糸の材質である。振動板は、薄く、軽く、しなやかで振動しやすいこととともに、聴力をかけた糸を支えるだけの丈夫さを持たなければ、ならない。また、 糸とコップ底の連結部分にはガラスビーズを結んでおくとより一層振動が伝わる。トレーシングペーパーなどは手に入りやすいものの中では優れた特性を持つと言える。振動を伝える物体は軽くしなやかで振動の損失が少ないものが良く、自然繊維では剣士が最も良いとされる。また、ナイロンなどの化繊の使用も有効である。 紙コップの筒の部分は音声をまとめ、拡散しにくくする役割を持ち、口に当てやすい形状が求められるが、材質自体はあまり関係しない。強いて言うならば、固く振動の損失の少ない材質が望ましい。振動を伝達する物体として何を採用するかで、音の聞こえ方が違ってくる。なお、ゴム紐だと音が伝わらない。 装置と装置を対面させて、間を直線的につないだ場合の概念図。この場合は、縦波として伝わる。対面する装置と装置を、糸やワイヤーで一直線に結ぶと、経路の物体は縦波を伝えている。送信側と受信側の間で伝わるときに生じる遅延を、マイクロフォンやコンピュータを用いて測定することで、経路上での伝達速度を計算したり、 経路の物体の動きを顕微鏡で観察すると、縦波が伝わっているか横波が伝わっているか判断することができる。なお、ゴム紐の場合、対面式では音が伝わらないのに、装置と装置を並べてコップの底面に木片を挟んで支える方式だと音が伝わり、この場合、横波と縦波が合成した波が伝わっており、ゴム紐の横波によって音が伝わっている。 と推察できるなお装置と装置は糸やワイヤーで直線的に結ばれていなければならないというわけではない。工夫次第で経路の途中を直角に曲げることもできる。音楽家の水島和江が糸電話の原理を応用したストリングラフィという楽器を考案し演奏活動を行っている。ありがとうございます。